エンニオモリコーネーは、イタリアの作曲家である。映画音楽で特に知られる。ローマで生まれ、ローマのサンタチチーリア音楽院で、ゴッフレド・ペトラッシに、作曲技法を学んだ後、作曲家として、テレビラジオ等の音楽を担当した。1950年代末から、映画音楽の作曲、編曲、楽曲式をしている。映画音楽家デビューは1960年の歌へ、歌え。 太陽だと言われていたが、オリジナルのスコアを使用した映画は1961年のルチアーノ・サルチェ監督のファシストであり、こちらがデビュー作だと言われるようになっている。同年、太陽の下の18歳で注目を浴びた。1960年代半ばから70年代前半にかけては、荒野の用人棒、夕日のガンマン、俗夕日のガンマンなどの マカロニウエスタン映画のテーマでモリコーネの名声は高まった。他にもシシリアン、ジョーン・バイズが歌った勝利への参加なども好評だった。マカロニウエスタンではセルジオ・レオーネ監督との名コンビでも知られた。1986年、ローランド・ジョフィ監督の歴史映画、ミッションで新境地を開拓。それ以後はイタリア国外でも評価が高まり、 1987年にはアンタッチャブルでグラミー賞を受賞。1989年にはニューシネマ・パラダイスで世界的な知名度を得た。これまでに天国の日々、ミッション、アンタッチャブル、バグジー、マレーナと合計6回アカデミー賞にノミネートされている。日本でも2003年に NHK の大河ドラマ、ムサシムサシの音楽を担当している。 2007年、第79回アカデミー賞において、名誉賞を受賞した。2016年、ヘイトフルエイトの音楽で、第88回アカデミー賞作曲賞を受賞した。2017年、イタリア共和国功労勲賞受賞。2019年、朝日賞受賞受賞。2020年7月6日、ローマの病院で死去。91歳坊打つ。6月末に、 大腿骨骨折のために入院中だったという。早めに就寝し、午前4時には起きて、朝に運動や作曲を行うという生活習慣をとっていた。愛妻家として知られ、2007年にアカデミー賞特別功労賞を受賞した際には、壇上で、このオスカーを大いなる献身と愛情を持って、長年自分のそばに常にいてくれた妻のマリアに捧げたい。マリア、 君への思いは変わらないと愛妻マリア夫人に感謝の言葉を捧げている。チョコレートが好きで一時体重が86キロあったが食べる量を減らし家の中を走り回って72キロにまで減らした。ここまで減らしたのだからたまにまたチョコレートくらい食べてもいいのではないかとは思っているが妻に怒られるので内緒で食べることにしていた。マカロニウエスタンやジャロなど暴力や 流血描写が多い映画への音楽提供で名高いが、森コーネ本人は過度な流血描写を嫌悪すると語っている。セルジオレオーネ監督の荒野の用心棒に対しては公開当時から一貫して俗悪な映画であると考えており、森コーネの音楽を使用したクエンティン・タランティーノの映画ジャンゴ繋がれざる者に対しても正直言って好きな映画ではない。流血ばかりでと語っている。 ピエル・パオロ・パゾリーニ監督は残酷描写の多いソドムの詩の音楽をモリコーネに依頼したとき死者でショッキングな描写を一切モリコーネに見せなかった。モリコーネはこの配慮に感銘を受け終生パゾリーニに対して変わらぬ友情の念を抱いていると語っていた。政治的には恩恵な立場ではあるが一貫して左翼を支持している。支持政党は イタリア社会党であり、最も偉大なイタリアの政治家として、寄与方変の多い人物であると認めながら、イタリア社会党の初期長を務めたベッティのクラクシュの名を挙げている。現在の政治家で評価できる人物として、いずれもサハに属するワルテル・ベルトローに、フランチェス・コレテッリ、ピエル・ルイジ・ベルサーニを挙げている。ABC、エンニョモリ・コーネ、シトウ・フィーチャー・レ・ビオグロフィア、ディスコード、 2014年1月19日閲覧。あらんない。コンセルバトーリオ・ディムジカ・サンタ・チェチーリア・アローマ。2021年3月4日、閲覧。エン起おモリコーネ・バイオグラフィー・オール・ミュージック。オール・ミュージック。2014年1月19日閲覧。エン起おモリコーネ・バイオグラフィー・ IMDB。IMDB。2014年1月19日閲覧。 http://www.afi.com ス,スラッシュメンバーズスラッシュカタログスラッシュ t e t a i l v i e w e x p x s, <S, <S, <S,、ま、<S イ,イコール m o v ー e イコール21518タイトルイコールザグッドザバッドアンドザグリーウェブサイトイコール afi カタログオブフィーチャーフィルムズ アクセスデートイコール16オクトーバー 2018URL ステータスイコールデッド アーカイバルルイコール https コロンスラッシュスラッシュウェブド web.archive.org スラッシュウェブスラッシュ一0一7 1 0 1 6 1 7 3 1 0一スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ w w w ドット a f i ットコムスラッシュメンバーズスラッシュカタログスラッシュ detailview.aspxs ドットイコール &movie イコール二万千五百十八アランドロン ジャンヤバン、リノバンチララが出演。死刑大のメロディの挿入歌エン起オモリコーネアワーズオールミュージック。オールミュージック。2014年1月19日閲覧。エン起オモリコーネアワーズ IMDB。IMDB。2014年1月19日閲覧。大河ドラマ武蔵武蔵。ムサシムサシ。NHK。2019年11月16日。閲覧。エン起オモリコーネ2。 レシーブオノラリー、オスカーイン2007スクリーンデイリー、https、www.screendaily.com 遠慮森コーネ2レシーブオノラリーオスカーインマイナス -2007 4029,949アーティクル2019年11月16日閲覧。AB 外ブリンクに映像タランティーノ監督最新作 ヘイトフルエイト巨匠を演奏モリコーネがアカデミー賞作曲賞受賞タイムワープオリジナルの2016年3月6日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20160306234211/http://timewarp.jp/movie/2016/02/29/78989/2019 年11月16日閲覧。官報14号。 令和元年五月二十一日、令和元年春の外国人上空。在イタリア日本国大使館。二千十九年五月二十四日閲覧。映画音楽の巨匠演妙森高音氏が、死去、九十一歳ロイター二千二十年七月六日、e n n i o m o r r i c o n e t o d e l i g h t s o f i a u d i e n c e n o v i n i t e c o m ソフィアニュースエージェンシー。novinite.com。2014年1月19日閲覧。アカデミー賞公式ホームページ。エン起おモリコーネビアと85。コジャッテン・リー・ヒュール。インノッテン・ウーバートラゲン。ベルリーナー・アーツ・アイトング。オリジナルの2015年1月19日時点におけるアーカイブ。 http://archive.md/3bsuv2019 <ッ>年11月16日閲覧。タランティーノとは仕事したくない。映画音楽の巨匠演技を森コーネが告白。シネマトゥデイ https://www.cinematoday.jp <music> ス,スラッシュニューススラッシュ n00512262019 年11月16日閲覧。エンニオモリコーネ自身を語るエンニオモリコーネアントニオモンダ法訳は、川で処方審者。クワットロス・トゥディ・パー・ピアノ・フォルテ。 www.sheetmusicplus.com シートムーシックプレス2020年7月11日閲覧ありがとうございます。